アドリア航空のボンバルディア CRJ-200LR アドリア航空はスロベニア国営の航空会社である。主にヨーロッパを中心に運航している。スロベニアのリブラナに本部があり、スターアライアンスに加盟している。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。アドリア航空は1961年にアドリア、 エイビプロメットとして設立され、当初、KLM から購入した DC-6B を2機を使用し初フライトを実施。その後、チャーター便のみを運航していた。欧州各地や北米からの旅行客をアドリア海沿岸へ運ぶ航路を主要業務としていた。1964年に、本拠地をザグレブから開港したリュブリアナ空港に移転。その後、財政危機に陥り、 1968年に倒産。アドリア航空は、当時のスロベニア商工会議所会等の努力により、運営を継続した。1968年末には、セルビアベオグラードのインターアックスポートと合併し、e e x アドリアエイビプロメットと改名。1970年代には、ユーゴスラビア国内線にも参入。その後、マクドネルダグラス MD80 で、 定期便の運航を開始した。1984年末には、リブラナ・ベオグラード・キプロス・ラルナカ航路に就航し、国際線の運航を開始。1986年には、イネックスグループから独立し、アドリア・イービプロメットに再解明。国際航空運送協会にも加盟した。1990年に、ユーゴスラビアから、スロベニアの独立が、 住民投票で可決されたが、1991年独立宣言後の10日間戦争で、ユーゴスラビア連邦軍空軍がアドリア航空のハンガーを爆撃、旅客機4機に損害を与えた。その後、アドリア航空は、スロベニアのフラッグキャリアとなり、チャーター便により、定期航路の運営を中心とする経営合理化策を開始。1996年2月から、 スロベニア政府100%所有の国有企業となった。また同年、ルフトハンザ航空との提携も開始。1997年からは、CRJ200LR を追加し小型機での運営を増加した。1990年代後半には、ルブリャナ空港をハブとして、サラエボ、スコピエ、オフリド、ティラナ、プリシティナなど、バルカン半島各地を西欧と結ぶ路線に就航。 2004年11月18日に地域会員としてスターアライアンスに加盟し2009年9月頃からは通常の会員へ昇格した2000年代後半より継続した赤字経営により累積赤字が大きな負担となっていたが2011年にスロベニア政府などから約7000万ユーロの公的融資を得て企業再検索に合意 2019年9月30日、アドリア航空は、スロベニアの法律、スロベニアンファイナンシャルオペレーションズ、インスルバンシープロシーリングス、アンドコンルスリーデソリューションアクトに基づいて、破産手続きが行われ、全便の運航を停止した。そして、10月2日に、同社は、スターアライアンスからの脱退を表明した。アドリア航空の破産に伴い、スロベニア政府は、 今後新たな航空会社の設立を検討している。アドリア航空は他の航空会社のために自社の格納庫において保守サービスを提供していることから同社の整備施設はボンバルディアエアロスペースにより CRJ の重整備保守施設の一つとなっている。2019年9月現在、アドリア航空の機材は以下の通りである。アドリア航空は一時期、 ロシア製のスホーイスーパージェット155機、発注していたが、その後キャンセルした。ありがとうございます。